大谷翔平って天才型、努力型。努力した天才、両方。天性はすごいけど才能ではなさそう。花巻時代は夕食後にメンバーが個人練習してる時間に割れてた男関節痛でほとんどウェイトできなかった。それで160キロ。完全に才能。天才が努力しても越えられない壁の向こう側にいる人。イチローが天才って褒めてただろ。インサイドアウトのスイングは教えてもできない。完全に才能だって。努力の楽しさを知ってしまった天才型やな。自身のやりたいことと自身のやれることと自身の才能が一致した。あの高身長としっかり筋肉のつけれる体格ってどこだけでも天から与えられた才能。同じ体型の日本人なんてまずおらんし、あの体格がなければいくら努力してもメジャーでホームラン王なんて取れない。努力が好きな天才は化け物になるということを証明した男。打撃は天才で投球は努力って感じがする。本人も投球が好きでシーズンはほとんど投手練習やのに打撃の方が圧倒的に結果を残してる。ベッツ、大谷は天才だからすごい。トラウト、違うよ。翔平がすごいのは誰にも真似できないくらい努力してるところだよ。